ろしいでしょうか。第1ベース番組です。よろしくお願いします。ではそれでは始めます。今、正式に日本代表と、なりました。今の気持ちを教えてください。そうですね、今回が初めてのシニアでの世界大会というふうになるので、まあ、もちろん緊張もしていますし、まあ、それとワクワク感もあるので、まあ、その2つをうまく組み合わせながら向けてしっかり練習をしたいと思います。実際に出ることになってからのオリンピックと、今まで、まあ、テレビで見てきたオリンピックというのは何か違う部分というのはありますか。そうですね、あんまり変わらない特に、まあ、まだ正直実感があんまりないんで、まあ、今までテレビで見たところに自分が行くっていう感覚がまだ少しないので、まあ、ただ勝負はしていきたいと思っているので、まあ、適度な、まあ、ジュニアで活躍してきて、まあ、シニアでの代表のデビューとなるのがオリンピックだと思うんですけど、まあ、世代を1個上がって代表になったことに関してはどう思いますか。そうですね、まあ、ジュニア、世界ジュニアだったり、まあ、ユニバーシアードだったり、まあ、そういったカテゴリーの中では、まあ、しっかり勝負できていたんですけど、まあ、それもただ過去の栄光でしかないので、まあ、リオはまた心機一転、まあ、シニアとして初めて出るので、まあ、もちろん上位入賞をしていきたいと思います。実際にあの勝ち取った飲み大会ですけれども、まあ、当時振り返っていただいて、まあ、日本選手権で失格しての飲み大会だと思うんですけど、それにかける意気込みで、そしてオリンピックをつかめたということに関して飲み大会はどう振り返りますか。そうですね、まあ日本選手権終わってから、まあ、もちろん自分としてはずっと不安だったものもありましたし、ただその中でもしっかりリオの代表にはなりたいっていう気持ちはしっかり持っていたので、まあ、それがやっぱりノミにつながって、まあ、優勝という結果が出たんだと思いますし、まあ、その代表を勝ち取ったっていうのはやっぱりそれだけ日本の代表になるっていうことなので、まあ、世界で戦わなければいけないっていう資格も同時に少し芽生えました。今日発表された選手の中では唯一大学生ですけれども、まあ、その中で代表になれたことに関してはどう思いますか。そうですね、まあ、自分としては別に実業団だからとか大学だから大学生だからっていうのはあんまり気にせずに、まあ、一番若いっていうことなんで、まあ、若さを力で感じます。他の20キロ代表である高橋選手、藤沢選手に関してチーム、まあ、20キロとしてどう日本代表を見ますか。そうですね、まあ、2人とも自分よりかやっぱりキャリアがある選手で、まあ、非常に頼もしいと言いますか、まあ、そのなんて言いますか、チーム20キロ競歩というか、まあ、チーム競歩で、まあ、一緒に戦えることを、まあ、光栄に思って、まあ、その力を借りるというか、まあ、共に戦っていけるという喜びをしっかり噛みしめて、まあ、レースに臨みます。まあ、その中でも一番を、まあ、狙っているんですけれども、これからオリンピックまで、まあ、技術的にといいますか、まあ、気持ちの面でも必要になってくる課題となる部分というのは何ですか。そうですね、まあ、自分の場合はやっぱり夏場のレースが少しまだ弱いといいますか、自分の中で少しまだ抵抗があるので、まあ、やっぱり暑さの中でレースがもう分かっているので、しっかり暑さ対策だけは気をつけていきたいと思います。シニアの海外の代表と、まあ、争っていくレースに関してはどう思いますか。そうですね、まあ、海外の選手も非常に強い選手が多い中でのレースですので、まあ、それでも自分の力は、まあ、力はあるとは思っているので、まあ、しっかりその対抗できればいいかなというふうに。日本選手権の会見の時にちょっと聞いたんですけど、まあ、東洋大学としては桐生君だったり、大学にいた萩野選手だったりいると思うんですけど、まあ、その有名な東洋大学の中でオリンピックをもう一人代表を出せた、大学、まあ、東洋大学松永選手としては今はどう思いますか。そうですね、まあ、やっぱり水泳部の
萩野選手だったり、まあ、同じ部活の桐生だったり、まあ、自分としては多分向こうはそんなに意識はしないと思いますけど、自分としてはやっぱりどんな選手でも負けたくないというふうには思っているので、まあ、内定と一番最初に内定が取れたというのはやっぱり優越感ですし、まあ、その萩野選手だったり桐生選手だったりというのとまた同じ大学で入れるという、まあ、そういった緊張感といいますか、どうもしっかり味わって、まあ、残り1年しかない、まあ、大学生活を充実させたい。陸上部の桐生選手には何かこう内定決めてから関わりとか絡みというか、そうですね、桐生がキサスですか、ね、で帰ってきて次の日ぐらいに、まあ、競技場現れたのでお疲れって言ったら、まあ、おめでとうございますっていう感じで、まあ、一言ぐらいですけど、まあ、そういうやり取りはしました。じゃあ改めてですね、オリンピックでの目標、意気込みというのを聞かせてください。そうですね、まあ、オリンピックでは 100% 以上の力がやっぱり必要になってくるので、まあ、その力を出せれば必ずメダルは取れると自分は信じているので、皆さんやっぱりメダル一番いい色を取れるように頑張りたいと思います。代表は以上です。夏の暑さ、今は契約終わるという話で、暑さ対策をしていくということなんですけど、具体的にどんなことを考えていますか？まあ、やっぱり水分補給っていうのが、まあ、やっぱり第一。まあ、自分の場合はその2キロごと4キロごとっていうタイミングでしか、まあ、今まで取ってない、その決められたタイミングでしか取ってないので、まあ、自分のうまく取りたいタイミングで取れればいいなっていうふうに思いますし、まあ、その汗の出方とかもしっかり感じながらやっていければいいなと思ってますし、またその暑い場所でトレーニングをすることでしっかりまた自分の力にも変わってくると思うので、まあ、今年はその合宿だったりっていうのも、まあ、そういったその夏場は涼しいところだけでなく暑いところでもしっかり練習したいなっていうふうに思います。具体的になんか暑いところに行って合宿するっていう計画は、まあ、まだちょっと未定ですけど、まあ、一応東洋大学のセミナーハウスの方で合宿を予定しているので、まあ、そっちでは一応多分暑さもそれなりにあるとは思うので、そこで合宿住所どこです？いや、まだちょっと詳しくは聞いてないので。チームとして臨んでいくというのはこれが何か部長からあったと思うんですけど、今回20キロだけを特にこのレベルから世界トップクラスの3人で挑むという中で、このメンバーと一緒に戦えるということで、まあ、そのよりこう強いというか、この日本チームでいけるということも、まあ、嬉しさというか、どんな思いですか？そうですね、まあ、やっぱり今までその戦ってきた人たち、特にタイムって言ってももう自分よりかも上の2人なので、やっぱり同じ生活もできるので、まあ、やっぱりそういうのをしっかり吸収していけたらいいなというふうにも思ってますし、まあ、チーム競合という形でしっかり力が結束していけば、結果も必ず見えてくるとは思うので、まあ、一丸となって戦いたいと思います。まあ、カテゴリーはジュニアとアニバーシャルとありますけども、世界で結果を残されているという意味では一番松永選手が世界に近いというか、トップに近いのかなと思います。その点でこう世界で勝つ、自分自身の中でのコツというか、秘訣というか、そういうふうにすることが勝つために必要なのかなという話がありました。自分の場合は、そんな海外だからとか、日本だからとかっていう考えにあんまりなんなくて、まあ、どんな選手でもやっぱり勝ちたいっていう気持ちしかないんで、まあ、その海外に出たからダメだったっていうんじゃなくて、たとえどんな強い選手が来ても一番取りたいっていう気持ちはしっかり持っていけば、まあ、そう思うと結果はついてくるのかなというふうに思います。代表メンバーなどもちろんこれからだと思うんですけど、こういうレースプランみんなでやっていこうとか、こういう展開にすればみんなでこう勝ちに行けると思いますとか、そんなような会話とかっていうのがあったりするんですか？特にそういうのあんまりないですね、今のところは。日本選手権のトップ3人がこう、
まあ、トップというか先頭手段でトップ3人だと思うんですけど、ああいったレース展開をもしできると日本としてはそう期待できるという感じするんですけど、そのあたりというのは。そうですね、まあもちろん先輩たちの出方によってはもう自分も食らいつくしかないと思っているので、食らいついていければいいなっていうふうに思いますし、余裕があれば引っ張っていける、まあ、引っ張っていければいいなっていうふうにも思ってます。まあ、ただそれに海外の選手がどう対応してくるかにもまたよりますので、まあ、海外の選手の様子を伺いながらしっかりそのレースを組み立てていければいいなというふうに思ってます。やっぱりまあレース の、まあ、その一番大事なところというか順位が決まるところというのは駆け引きとか。そうですね、まあ、やっぱり順位が決まってくるのは15キロ以降ラスト5キロからの動きがやっぱりいきなり変わってくるので、まあ、そこで対応できれば、まあ、上位入賞も不可能ではないなというふうには思っているので、まあ、ラスト5キロに対応できる力がやっぱり必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございました。